です。さっきまでラサイドななみちゃんの白見せ、やってたの、むしろ見たかった。明日が最後の6人公演です。もう見納めだから、ぜひ見てください。僕たちはいつまで。地下鉄で平和島のポスター見て、ありがとう。友達でいるのか、最後の。リングフィットって何？入ってるやつ、こやつ。こやつだよね。パレオで煽ってましたね。煽ってくださいって言われたから煽りました。意外に長いんだよね、パレオのイントロ、フルバージョンだと。11月にまた放送するの、放送だし、11月3日の24時何分か、ちょっと時間間違っちゃったツイッターの。まだまだミニスカート履いてください。履きます。どうする、私がそのうちさ、ほんとちょっとスカートの丈短いの無理なんだけどとか言い始めたらどうする。想像つかないけどね、自分で。でも別になんかそう短いのがいい短いのがいいって言ってるわけじゃないんですけどね。やっぱりみんなの中でそういうイメージがあるように、石尾さんの中でもそういうイメージがあるらしい。世界が泣く、マジか。でもなんか結構好みがコロコロ変わる人だから、もしかしたらなんかのタイミングでロングスカートブームが来るかもよ。まあ今は全然だけどね。なんて言ったって、あのソロ曲の衣装見ました、超ミニ超ミニスカートです。激ミニ。エゴさんがピンクは嫌だって言い出したら終わり。でも衣装は結構ピンクが好きだけど、最近水色も好き。でもパステルが好きかな。薄ピンク、薄水色、薄紫とか。もうまさにあのゲームしませんかの衣装な感じが好きです。サイリウムの色変えないです。もう多分私もね、ファンのみんなにも迷惑かけると思うし、私もちょっともう多分ピンクと黄色以外見つけられないなので変えません。今更ちょっと変えられないよね。ステージから見やすい、うん、見やすいよ私は。でもみんなそうだと思う。自分のやっぱサイリウムカラーが一番見やすいんだと思う。あ、そう、11月3日も出ます。また出ます、怒んないで。まあ2本出しちょうどいいよね。
持ちやすくてよくない？26ハザードピン、じゃあ3日来て。8人バージョンのレッスン始まったの。いいえ、まだ6人が残ってるので。ゆうなちゃんの影響で下のラスクスできたそれは申し訳ない。髪の毛明るくなったと思う。もうまだ1ヶ月かじゃないか。全然まあそれ明るくなりますよね。なんでそれできんの？え？やってみ、できるよ絶対。僕たちはいつまで歌わなかったんだよね、アイライブで。ちょっとやっぱりステージの関係で16人で立って踊れなかったんですよ。歌うのがもう精一杯っていうか、踊れなかったの。ステージの上立って MC とか踊らないで、その場に立って歌うっていうのできたんだけど、ちょっと12周年みたいにあんなにさステージが広くないから16人で踊れなくて、8人ずつで基本的に出てたのよね、全体曲も。だからシンフォニーはね出ませんでした。こればかりは仕方ないです。でもその代わりちょっとセットリストがモリモリだったので楽しかったです。センターなのには確かにみんなの気持ちを考えたらね、そう思う気持ちもわかるけど仕方ないよね。でもぶっちゃけゲームしませんかを一人でやるのも結構即決だったけど、決めてからめちゃくちゃ悩んだもん。だってやっぱりその CM 楽曲だから、その曲をね、推しメンが踊ってるところを見たかったファンの人も多分いたと思うし、その推しメンが踊ってるところを見て、あ、 CM 選抜入ったんだなって思うファンの人も絶対いたと思うから、それはめちゃくちゃなんか半分ぐらい申し訳ない気持ち。でも私にとっても大切な曲だったし、
そうやっぱりみんなとの楽しい思い出にしたいなと思って、あの曲をよりね、あんまライブで歌うことなかったから、だから歌わせてもらいました。手に汗にきてキャーキャー言って、盛り上がりましょう、私とゲームしませんか、そう日がかかるくらい近くに行きたい、よろしく。あれ可愛かったよね。ブログにも書いたんですけど、そう衣装どうするって話になって、衣装さんとで、なんかポップなイメージだからポップな感じにするって言ってくれてたんだけど、でもなんか最近パステルカラー、最近っていうわけでもないけどパステルカラー好きなんだよねって話してて、で水色も好きでって話をしてて、じゃあパステルにしようよって、ポップな感じじゃなくてそっちの方がなんかイメージっぽいしそっちにしようよって言ってくれて、もうそっからは全然デザインについては何もノータッチだったんですけど、本番見たかな、初めて。そう可愛いって感じ。キルティング可愛かったよね、めちゃくちゃ。あんまりないから珍しくて可愛かったです。でその衣装を決めるときに、なんかゲームしませんかにもちろん合うのは大前提だけど、これから先もなんか一人で歌うってなったときに着れる衣装がいいっていう話をして用意してもらったので、また着たいと思います。表面張力の衣装さんです。そう、先も考えてるの、そういうことです。で髪飾りどうするって言われて、曲に似合わなかったら全然いいけど、なんか無理してはしないけど、あのヘッドドレスにめちゃくちゃ憧れてるっていう話じゃん。ロリータがさするさ、こういう、わかる、こういうヒラヒラのカチューシャみたいなやつ、あれに憧れてるって話をしたら、じゃあそれにしようよって言ってくれて作ってくれました。でじゃあそれともう一個普通の飾りにしよっかって言ってくれて、どっちも作ってくれて、せっかくなので2個つけました。2日間あったので、私がめちゃくちゃお世話になってて大好きな衣装さんです。普通に髪飾りの話を聞いたの前日だったの。前日にどんなのがいいって言われて、ヘッドレスの話をして、だから間に合うように作ってくれて感謝です。衣装さんにタワー投げたよすごいよね。でリボンもめちゃくちゃ可愛かったよね。めちゃでかくて、わかってる。ミラーボール、ね、おかげでめちゃくちゃ、やっぱりなんかさ可愛い曲やるときってさ分かりやすく褒めてもらえるじゃん。可愛いね可愛いねって、やっぱ可愛いって言われるの一番嬉しいから、嬉しかったです。ステージ上でもそうだけど、裏でいっぱい可愛いって言ってもらえて
メンバーから。なんか去年もさ、表面張力やるときに、なんかメンバーからその衣装いいねって言われたいっていうコンセプトだったんですよ、去年は去年は。あれもいいよね、ひらひらのミニスカートで。去年はそういうテーマ、裏テーマやっぱりなんか同じなんていうの、ステージに立つメンバーから可愛いって言われる衣装、可愛いとか、え、それ自分も着たいって思ってもらえる衣装ってもう勝ちじゃないですかだからそういうのがいいなって衣装さんに言った。今年も勝ちました。本当に可愛かったよね、あのゲームしませんかね、衣装めちゃくちゃ可愛かったよね。 裏コンセプトおもろいって勝ちました。いつも本当になんかこだわって用意してくれて感謝。靴もどれがいいって言って当日朝いっぱい試着して決めました。ヒールの高いキラキラのローファーに。実は靴下も変えてたんですよ、1日目と2日目で。こだわり、裏話。そう、1日目はリボン、でっかいリボンをつけたんだけど、なんかリボンに合うのはこっちの靴下だよねみたいな、でもあのヘッドドレスに合うのはこのヒラヒラじゃないみたいな話になって、どっちもしましたそう、2日間入れる人はいないの知ってたけど、やっぱりどっちに来ても当たりだなって思ってもらえたらいいなと思って、1日目はツインテールして可愛くして、2日目は一番可愛い髪飾りつけました。最高。そう、しかも2日目は「あの愛のために何を捨てる」でめちゃくちゃ頭振らないといけなかったから、髪の毛を下ろしたいっていうのもあってよかったです。ちょうど衣装、可愛い衣装着るの大好きだから、本当にまた着たい、また着たい、またでも着たいけど髪飾りどっちつけようかなっていう感じ。ツインテールの高さもめちゃくちゃこだわったんですよ、実は。豆乳飲んでる、うん、緑茶。ヘッドドレス2票。珍しいよね、あんまりないよね、髪飾りヘッドドレスって。こだわりました。これも本当一人で歌える機会をくれたのは本当に皆さんのおかげなので感謝です。本当に今年も歌えて嬉しかった。パニエも好き、パニエめちゃくちゃ入ってたよ実は。
ファニエ、ファニエ増量。え、ファニエはあのもう勝手に用意してくれてました。衣装さんが履くでしょって感じで。何枚ちょっと分からんいっぱい。だって私愛のために何を捨てるでもパニエ履いてるからね。でもあれは本当に記憶になくて、なんか久しぶりに来たら、え、めっちゃスカート短いやみたいな、こんな短かったっけって言いながら、まあ、出たんですけど、普通に写真見たら3年前から短かった一人だけありえないぐらいミニスカートでかっこいい曲踊った。そういうこともあるよね。なんでだろう。エゴさんといえばミニスカートっていうイメージすごくない？だって普通にさ、衣装ってミニスカートが多いじゃん。その中でもさ、なんかミニスカートだよねって言われるのってすごくない？相当短いんだろうね相当短いんだろうね。足が長いから、うん、そう。私には伝わらないし、どこへでも行くよ。画質めっちゃいいの。そうなの？ありがとう。昨日カラオケで目が痛いから入ってたの。ありがとう。フェイスガードしてるファンの顔見えるの？見えるよ。見えてたよ。全然見えてた。やっぱ劇場もあれなのかな、フェイスガードすんのかな。それそうだよね。あ、これはなんか強制じゃないんだけど、全然今回アイアライブでその初めてそのなんていうの、まあ、間隔は空けてたけど、ファンの人が近くにいるライブを久しぶりにやって、そのコールが出せない環境でやって、あのね、なんかスケッチブックみたいのめっちゃいいなって思ったんだよね。うちわとかめっちゃ目立ってた。だから推しメンに気づかれたい人はちょっとうちわとかがいい、もしかしたらいいかもしれない、今の時代ってかこの時期は。でもスケッチブックもいたよ、結構普通に文字書いてる人とか、誰誰ちゃんとか。ペンライトは普通に見えるんだけど、やっぱりペンライトしかないから、そのファンの人がこの子のことが好きだよってアピールできるものが、だからなんかなお目立ってた感じがした。
アイアライブでパッと見た感じは。劇場は分かんないけど、でもうちわは多分良いと思うから。まあ、サイレームも全然見えるんだけどね。劇場スケッチブックだ、多分ダメだって。ダメらしい、みんな。うちはいいよね。これはなんか強制だったよっていう報告。主役はメンバーだから目立たなくてもいいや。素敵。でも多分みんなが思ってるよりね、見えてるよ、劇場だと。もちろん。ほんと私もオタクだから分かるんですけど、でも私は何だろうな、逆かもしれないな、自分がファンの立場だったら。例えば推し祭っていうか推しカラーがあったとするじゃないですか。あ、推しメンのなんていうのから、推しメンがステージから見える景色の一部になれてたら本当幸せって思うかも。それ私のこの一本でなんかちょっとでもなんかテンションが上がってくれたり、頑張ろうって思ってくれるならもう幸せじゃんって思う。だからあんまり、そう、こんなこと言っといてあれだけど、みんなになんかあんまり私も思わないかもな、自分がファンの立場だったらね。そうそう、目指したいとかじゃなくて応援してるってことを伝えたの。そう、そういうこと。思考がオタクですね。ありがとうございます、褒め言葉。最近なんかもうオタク極めすぎててさ、オタクアカウント作りたいんですよね。普通になんか「え、これかわいい」みたいな言うためだけのアカウント。オタクアカウント作ったら教えてんだって作りたい。オタアカ。フォローするよ、だって。そっちの方が更新遅い。それは間違いない。やっぱりなんかさ、アイドルのさアカウントでさ、なんかちょっと抵抗あるじゃん。
なんかちゃんとアイドルじゃないアカウントでオタクツイートしたい。それ裏垢と言いますみんなにさバレないようにやったらマジで裏垢だから、ちゃんとそこは言いますよ。公式オタクアカウントだから。裏垢じゃない、公式だから。むしろ本垢やばい。そっちの方がフォロワー多くなったらどうしよう。そっちの方が需要あるんだなって思う。ちょっとだけ悲しくなる。いや悲しいでしょ。アイドルとしての需要よりオタクとしての需要の方があるってことはめちゃくちゃちょっと悲しくない？本業やっぱアイドルなんで。ちょっとかよメインの更新絶対減るじゃん間違いない。 SK も盛り上げました。それはもう間違いないです。見た今日の私のブログ、 SK 愛にあふれたあのブログを。本当に可愛い、みんな SK。自分で言うなよって言われた可愛い本当に、みんなあんな一瞬、一瞬ですよ。だってあんな一瞬でさ、あんなに綺麗にさ指がバッて違う方向向くことある？愛おしくない？めちゃくちゃ。愛おしい。あ、なんかもうステージもね、言うてそんなになんかめちゃくちゃ広いわけじゃなかったんですよ。なのにみんな18年経ってるのにあんなにさ全力で踊ってさ、でも不思議なのが全力で踊ってんのにぶつかんないので、ぶつかんないってことはみんなが同じ動きをしてるってことだから、本当にすごいよね。ギーは可愛い。そういう一生懸命なところが SK の魅力です。 SK の可愛いところです。口紅の色はなんていうの？これピンクかな？12周年でも思ったけど、10期もみんな SK になってたね。めちゃくちゃ褒め言葉じゃん。よかったです、それは。オレンジじゃない、ピンク。
そういえばロキポのは私服ですか？私服です。まだ多分暑い時期に撮ったから半袖なんだけど、見てください。みんな可愛いよ、後輩は。やっぱだから12周年終わってから本当にめちゃくちゃ木の葉離れたチームの違う後輩と会うことがなくなったから、それはちょっと悲しいけど、 K2 の人たちには本当によく会います。謎にテンション高かったり、あれだ、やらされたんだってわ。テンション高くさせられたんだってわ。で、ミナルンとのコラボまだ。え、ミナルンさんやってくれるかな、言ったら。年上の後輩も、年上の後輩は、ハタゴンとかよくあるけどね。ジョッキーのみんな、ツイッターとかでだから公演の写真とかは回ってくるので見たりしてるけど、 SK の公式が上げてるやつ、ほんとなんか謎の親目線みたいな、かわいいねって言って、昨日真紀子さんとツイッターに上がってた写真見てました。アナンちゃんかわいいとか言って、マキコさんと。今日の平均、大人メンバーの中にゆうちゃんが入ってビビった。二十歳ですから。私ですから、大人なんですよ。やばい、気づいたらすごい時間が過ぎていた。誰か、なおちゃんに、ゆうなちゃんが一緒に早くお酒を飲みに行こうよって言ってたよって言ってください。リカピの豆でエゴさんとの写真が送れて、そうなの？リカピ、自分で言って間違いない。予定が合わないんですよ、本当に。なんて言うんだろう、仕事ではめちゃくちゃ合うんだけどね。自分で言う方が早いだろうって。間違いない。私もうお酒何ヶ月も飲んでないよ。最近飲まないね。LINE した方が早いんじゃないの？私もそう思います。宅飲みすればいいよ。でもそれが一番良くない？今はちょっと外なんかフラフラするのも怖いし、家だったらね、いいですよね。
事務所で飲めない、飲まないよ事務所で事務所で飲まないよ。飲んだら箱ビス、飲んだらね。公園のアフターノークの飲み会ってダメだよ、子供がいるから。子供の前では絶対飲みません。エゴさんもまだ飲んじゃいけない気がする。だってほんとなんかさ、みんなすごいさ飲ませたがるじゃない私に。私お酒飲まないよ。26日落選でした、ピエン。すごい飲ませたがるよね。イエ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 イ。どうなるのか興味深い。見せませんよ。見せませんよ。あ、押し行きの YouTube 見てるよ。欠かさず見てます。みんなも見てください。あとドラジオのゆずきちゃんの YouTube も見てください。チャンネル登録してください。昨日の配信ライブとスタジオ同じだった。よくわかったね。そうなんだよ。私はもう押し行きの YouTube 見てたから、え待って B スタジオじゃんみたいな、押し行きんとこじゃんって言ってゆきちゃんに言って。ファンかって。そう、押し行きのあのスタジオだったんですよ、踊ったところが。ってゆきちゃんに言いました。
ゆなちゃんはね、こういうショールームでダラダラ喋ってるのが合ってると思いますよ。こうなんかテロップになるようなこと喋ってないもん。そう、雑談してんの。 AKB 新聞でもね、今ウェブで公開されたやつ読んでくれた人は知ってると思うんですけど、なんか最近ショールームめちゃくちゃやってますよねって質問されて、あ、そうなんですって言って、なんかもう友達感覚でやってますって言って、暇だからやろうとか、ちょっと喋りたいからショールームしようとか、そういう感覚ですって話をしたんですよ。ほんとそんな感覚だよね。友達に電話してる感じ。今日みくるちゃんいないじゃん、珍しく。エゴさんに渚のイメージだったんですね。マジか。お友達より雑な扱いだよね。そんなことないよ。何おっしゃる。昨日公演だったから疲れてないかもね。急遽出たんだよね。すごい。動物の森的なゆるさが好き。え、そんなゆるい私のショールームって。あ、でも今ピクミンやりたいんだね。ピクミン。ピクミンやったことある？スイッチでさ、ピクミンなんか出るのかな、出たのかな、出るんだと思う多分。でなんかダウンロード、違うわ、お試し版みたいなのができるみたいな、スイッチで。でそれ CM で見てやろうかなって思ってるところ。でも私あの YouTube でさ、その予告動画みたいなやつ見たんだけど、多分2日ぐらいで開けると思う。だから体験版でちょっと遊ぼうかなって思って。ほんと多分すぐ開けると思う。体験版が多分ちょうどいいぐらい。ピクミン誰だっけ、ピクミン誘ったの。ドンちゃんだっけ。ドンちゃんにさ、ピクミンやろうよって。ユキちゃんにも言ったかな。ピクミン、ユナちゃんは飽き性、超飽き性。最後までクリアしたゲームとかの。え、でも昔はその DS でさ、ポケモンとかやってて、その時はクリアしてたよ。DS のダイヤモンドパール。
そう、周りがやってたから買ったの。小学生の時にみんながポケモン買ってて、 DS で私も買ったの、ダイヤモンド。とんがり帽子やってた、懐かしい。とんがり帽子は超やってた。だから昔は、だから DS の時代はめちゃくちゃゲームしてたよ。とんがり帽子めちゃ懐かしい。ラブ&ベリーとかめちゃくちゃやってた。最近どんちゃんとラブ&ベリーの歌を歌うのにハマってたの。え、もう10時じゃん、怖い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 、やめます。虫キングやってなかったな。めっちゃ怖いんだけど、誰30分って言った人。友達だからね。そうだね、また電話するね。バイバーイ、おやすみー。